どうも皆さん、こんばんは。世界レベルです。ということでね、今日はね、最近さ、ほら、ウマ娘ってさ、知ってる？みんな。ゲームみんなやるかな？流行ってるんですよね。携帯でできるね、ゲームとして、PUBG とかさ、今、いろんな人がさ、YouTube で実況してたりとか、あと、いろんな大会が開かれたりして盛り上がってるんだけど、他のゲームでね、馬娘っていうね、競馬馬、実際にいた競馬馬を、モチーフとした、可愛い子ちゃんたちが、競争するっていう、ゲームが流行ってるわけですよ、馬娘。で、今でこそね、競馬アイドルなんて言われる人たちがね、結構いるみたいなんだけど、じゃあ昭和の時代で、競馬のアイドルって誰なのかなっていうふうに考えたときに、いろいろ考えてみたんだけど、やっぱりね、この人しかいないと思うんです。はい。井森美幸さんね。バラエティタレントとしてね、今なお活躍している、すごい息の長い素晴らしい方なんですけど、井森美幸さんについて、今日はちょっとお話ししていこうかなと思います。元祖馬娘と言ってもいいんじゃないですか。すごい競馬好きっていうことでね。同期が、本田美奈子さん、森川美穂さん、中山美穂さん、吉本美穂さん、斎藤由貴さん、南野陽子さん、ここだけでもすごいよね。あと森口博子さんと浅香唯さんとか、いろいろいらっしゃるんですけども、この中で出てきたアイドルとして、うまいことね、ちょっとバラエティ路線に、シフトしていって、大成功されたという方だと思うんですけど、それではですね、まず最初に、デビューシングルからいってみますかね、今日もね。ということで、デビューシングルが、瞳の誓い。2枚目で、99粒の涙というのがあって、ね、3枚目が乙女心裏腹、4枚目は恋は理解力、5枚目が吐息混じりに恋をして、から、6枚目がセピア、あなたかもとなってますね。そうだな、印象に残ってるのって何かな。自分的には最後のセピアあなたかもかな なんか鈴木だっけ？セピア？原付バイクの CM ソング、だったと思いますけども。あとはね、タイアップ何だったんだろう？その他には。瞳の誓いはライオンの、バン16の CM ソングになってますね。ということで、シングル6枚、出されてると。アルバムも1枚かな？出されてるのかな。ベストも含めたらもうちょっと出てるかもしれないですけどね。それからですね、出演作、ちょっとバラエティは、ちょっと数えきれないんで、後にして、バラエティまずが、じゃない、映画から行きましょう、映画。映画の出演者が車窓ね。誰だっけ？小林薫さんだっけ？誰だっけな、車窓出てるの。車窓は、緒方健さんだ。緒方健さんとか吉田秀子さんですよね。戸脇圭さんとかね。結構メインキャストですよね。で出られているということ。あとは右曲がりのダンディ。玉置浩二さんか。出てらっしゃいます。そんなに目立ったわけじゃなかったような気がするんですけど。あと、香港パラダイスね。斎藤由貴さんだよね。香港パラダイス、斎藤由貴さんとか、グロリア・イップさんとか、だっけ？ゴーバンズかなんか主題歌でね、ニュースキャスターだっけ、テレビのキャスターだっけ、なんかそんな感じの役で出られたりとか、あとは愛流通センターという映画、それからカズラですね、三村正和さんのカズラの話かな。カズラの話ね、俺カズラってあんまり憧れたことないんで、それはどうでもいいか。映画にも5本ぐらい出られてるということで、なんといってもね、バラエティ番組はすごいですよね。もう数えきれないぐらい出てるんじゃないの。ヒルナンデスとかさ、ケンミン ＳＨＯＷ とか今でも出てらっしゃるし、あとはね、あれかな、競馬番組、そうそう、今日、馬娘の話をしようとしたんで、競馬番組なんですけど、なんだっけな、MC 担当してたのが、ウィニング競馬、テレ東のウィニング競馬とか、でもこれさ、結構最近ですよね、10年ぐらい、12、3年前かな、とかにやられていますよね、メインだっけ、メインキャスターに近いよね、あとは競馬でいうと、みんな、フジテレビのみんなで競馬
みんなの競馬に、ゲストだけど結構出られていたりとか、まあ、とにかく競馬好きで、井森ゆきに2000円だっけ、3000円だっけ、そんなようなコーナーがあったりとかね、して、まあ、予想とかもね、されていたと思うんですけども、井森ゆきさんの魅力ってなんだろうな、なんかさ、同じようなタレントさんで、やっぱり山瀬まみさんとかさ、いらっしゃるわけなんですけど、どうなの、僕的には山瀬まみさんよりもみゆきさんの方がなんか親近感があったかな。やっぱ日本放送の、山瀬さんもラジオ結構やられてると思うんだけど、井森美幸さんって、なんかね、ラジオちょっと聞いてたような気がするんだよな。日本放送の夢色飛行船だっけ、そんなような番組とかね。あと、鶴子さんの、番組のアシスタントとかやってらっしゃったりとか、まあ、結構いろいろやってましたよね。ということで、井森美幸さんか。でも井森美幸さんってさ、バラエティタレントにはなったけど、基本的には美人だよね。まあ、アイドルなんだから当然なんだろうけど、なんかすごいさ、爽やかな感じがして、まあ、面白おかしいバラエティもできるっていうね、いい感じのタレントさんだと思いますね。まあ、息が長いのもうなずけるかなっていう感じなんですけどね。最近、競馬番組で出てるの、ちょっと、全然わかんないんだけど、最近の競馬の状況。まだついてんのかな？そんなことないか。まあまあまあ、いいや。ということでね、今日馬好きのアイドルということで、まあ、競馬ね、そんな詳しくないんですよ。最近ね、馬娘とかあるんで、ちょっとずつね、分かってきたんですけど、まあ、そのね、元祖の馬娘っていうのを、ちょっと調べてみようかなと思ったら、どうしてもやっぱ井森美幸さんしか出てこなくてね、今日、井森美幸さんを取り上げてみたわけなんですが、皆さんどうなんですかね、最近の馬娘。と言って誰が。はい、ということで本日もご視聴どうもありがとうございました。世界レベルでした。